西梅田本店ナーズコーナーより本日は2013年ホールコレクションを使った秋のメイクのご提案をさせていただきます。まずこちらのクリームアイシャドウをブラシを使って目の際からアイホールに向かってのせていきたいと思います。コンシーラーブラシを使っていただくことによって目の際からアイホールに向けて全体に均一に伸ばしていただくことができます。軽くまぶたを明るくしていって、その後にセッティングパウダーを使って軽くクリームアイシャドウの油分を抑えてあげます。では本日は新色のカラーを使ってアイホールに陰影をつけていきたいと思います。まずグレーのシングルアイシャドウをつけていきたいと思います。ブラシにお粉をたっぷりと含ませていただきまして、今クリームアイシャドウをのせた上にわっと重ねていきます。マットなアイシャドウをぼかしにくかったりのせにくいと言われる方が多いんですけれども、ナーズのホールコレクションのアイシャドウは非常にキメが細かいので自然になじませることができます。次にベージュのシングルアイシャドウをその上からなじませるようにのせていってあげて、まぶたの上で色を混ぜてあげます。アクセントに目の際にこちらのネイビーのシングルアイシャドウを使っていきます。マットなアイシャドウなんですけれども、クリームアイシャドウのツヤ感も透けてて、ちょっと深みも出て立体感も出てて、目元がこれだけでもキリッとしてるかなと思います。そこで一度何もついてないブラシを使って全体的になじませていきたいと思います。ノーズの部分とかにもちょっと軽くぼかしを入れていただくと鼻がすごく高く見えるので、わざとらしいノーズシャドウにならずに済みます。上のアイシャドウはこちらで終わりなんですけど、次は下まぶたに入っていきたいと思います。こちらのアイライナーペンシル使って下まぶたにポイントを置いていきたいと思います。お目元の下のインサイドラインにアイライナー引いていきます。ご自身で引く時とかも悪感ベーをするような感じで下まぶたを結構しっかりめに引っ張っていただいて、1本きれいに引こうとせずに少しずつ動かしてのせてあげてください。今度は先ほどのアイライナーを引いた上から新色のブルーのシングルアイシャドウを重ねてコーティングしてあげます。アイライナーと重ねてあげることでラインでは出せないシャドウ感と鮮やかさを出してくれます。これだけで目の幅が変わったんじゃないかなと思います。カラーメイクまだやったことがないと言われる方でも、これぐらいカラーだったら普段のメイクにも合わせていただけるので取り入れていただきやすいと思います。上まぶたにはブラックの同じ種類のアイライナーで際を引き締めていきます。上のアイライナーも下と一緒で綺麗に一本線を引くのではなくて、点をつないで線にしてあげると間が隙間なく綺麗なラインを引いていただくことができます。でこのアイライナーは乾く前にぼかしていただけるので軽く目尻をぼかしていきたいと思います。仕上げにゴールドのアイライナーを軽くだけ目頭にのせていきます。以上でメイクの完成となります。